待ち、前回の続きからプレイしていきましょう。ゲーマ編の続きからですね。2人は、京都渋谷線渋谷駅のオペレーション室に来た。ははケイさん、せっかくのご心配ですが、それはありえませんよ。オペレーション室の望月主任はケイマと潮流の説明をあっさりと否定した。え、なぜですか？ユリカーゴは外部からの妨害を防ぐために専用の通信回線を使用して、世界一信用の高いセルコムのコンピューターと連動させているんです。セルコム、なんだろうセルコムって。アメリカの本社を持つ警備会社、あ、セコム的な感じ。元はガードマンを派遣する会社だったが、現在は機密性の高いものは保険とセットで何でも請け負う、セキュリティ全般を請け負う会社になっている。ユリカーゴのシステム設計はセルコムの日本支社が全て行った。セルコム？ええ、ユリカーゴの全システムを設計管理している国際的な警備会社です。はあ、それじゃあ別の会社が管理してるんですか？いえ、もちろん試運転機関だけです。ユリカーゴは膨大なデータを処理するために相当の設備が必要なんです。だからこのシステムが全線で本格的に採用になるまではセルコムのコンピューターで一時的にやってもらうことになってるんです。じゃあここで今動いてるのは端末だけですよ。望月氏には明るく言って傍らにあるモニターを示した。でもこれだって穴はあるよね。ええ、ケイマにはしおりがいようとしていることが分かった。主任さん、すると列車にもコンピューターは積んであるんですね。はい、もちろんですが、それが電車のコンピューターがもしハッキングされたとしたらどうなりますか？え、線路内に何か事故が起こった時、運行中の他の車両に緊急信号を送って急停止して、させるシステムがありますよね。ええ、ATC のことですね。ATC って、オーバーランした時だけだと思ってたけど、そういう時でも使うんだ。その ATC のメインコンピューターに誰かがウイルスを送信したとしたら、無理です。メインコンピューターそのものがセルコムの管理下にあるんですよ。じゃあ逆に、ユリカーゴ搭載のコンピューターに、速度 C 信号に見せかけたウイルスプログラムを送信したとしたら、ケイマはとっさに思いついたことを口走った。そうです。C するメインコンピューターが正常でも、受け手である車載コンピューターが狂っていたとしたら、処理がケイマの後押しをする。は、馬鹿げています。でも、不可能ではないんでしょ？不正プログラムが入り込んだ場合、直ちに警報が出るシステムになってるんです。そんなことがあったらすぐにわかりますよ。考えられないことが起こるのが事故ではありませんか？この犯人は異常で、恐ろしいまでに高度なコンピューター技術を持った知能犯なんです。ケイマはかなり苛立っていた。母、ケイさん、落ち着いてください。今も申しましたように、まだ何の異常も。これから起きるとしたら？修理が詰め寄った。まだウイルス感染をしていないんです。13時ジャストにコンピューターウイルス爆弾が爆発して、ユリカーゴのコンピューター内へウイルス感染が始まるとしたら、12時55分を回っている。ユリカーゴを止めてください。1位になってからが遅いんです。刑事さん、無茶なことを。そんなことはできません。今日の試運転の乗客は完全に無人なんですか？いえ、いつもならそうなんですが、今日は特別試運転日ということで、都知事をはじめ警視総監や各界の著名人、マスコミ関係者100人にご乗車いただいております。警視総監、上城京介、特命捜査課課長を経て、その発展系として創設された特命捜査部部長に就任、その後昇進し警視総監になった。英語堪能、ヘリの操縦ライセンスを持つ行動派。行動派っていうレベルじゃないだろう。え、警視総監まで。止めてください。早くしないと列車は暴走します。ここへ突っ込んできて100人の命が失われてもいいんですか？しおりは泣かんばかりにしていった。あと3分、1位になったらもう止めることはできないんです。こっちもできません。望月氏にも引かなかった。いつもと違ってオイラ型とマスコミが乗ってるんです。こんな時にそんないい加減な情報で列車を止めて、結局何もなかったりしたら物笑いの種です。あなた、自分たちのメンツと人の命と一体どっちが大事なんですか？なんと言おうが列車は飛びません。あなたはそれでも人間ですか？張り詰めた静寂がオペレーション室を覆った。
押し問答してるうちに1位になってしまった。もうダメだ。止めて。今からでも止めてみてください。あんた方もしつこい人たちだな。できないと言ったらできないんです。止めてください。ゴンちゃん。その時いきなり飛び込んできたのはゴンダだった。ゴンダさん。望月主任というのはあなたですね。渋谷中央署のゴンダと言います。主任ぐらいの経験だと、経験じゃねえ、立場だとどうなんだろうな。止めるって無理じゃないか。もうちょっと上の人を。我が署が全責任を取ります。ゆりかごを即刻停止させてください。しかし正式な令状を言います。ゴンダが有無を言わせぬ、調子で畳みかけると、さっきまで頑固に言い張っていた望月主任も折れた。わかりました。望月主任は迅速に緊急処置を取った。ゆりかごを緊急停止させます。部下たちも即時に逮捕する。ゆりかごは緊急停止します。ゆりかごの運行を示す用事が、明大前あたりで停止した。よかった、間に合ったのね。ウイルスは不完全だったのか、それとも実行前に列車が停止したのか、どっちにせよ暴走は未然に防がれた。そうなると二人には次のことが気にかかってくる。でも権田さん、どうして。桂馬しおりもその突然の変化がわからない。ああ、実は今日のゆりかごに警視総監殿が乗っておられることに気づいてな。俺が沼さんにそれを言った。そしたら沼さん、よしと言って課長室に乗り込んでいった。コテンパンに課長を脅しつけたらしい。あは、それで沼さんが課長に凄みを聞かせている図が見えるような気がする。でもとにかく何してもよかったわ。ありがとう権田さん。バカ野郎、正直に乗るな。10年早い。いつまにか1万年から10年に縮まっている。あ、主任、ゆりかごがまた動き出します。とんでもない叫び声がオペレーション室を突き抜けた。え、確かにゆりかごは動き出している。くそ、やられた。やっぱりウイルスは生きてたんだ。犯人はわざとやったのよ。一度油断させておいてからからかうみたいに。いかにもこの犯人のやりそうなことだ。オペレーション室はいっぺんに緊迫した空気に包まれた。緊急停止ボタンを押しても何をしてもダメなんです。あ、こっちに向かってくる。ゆりかご、明大前を通過します。当駅到着まであと10分です。今は13時3分。この駅へ突っ込む時刻は13時13分となる。くそ、こんな新種のウイルスにワクチンなんてあるはずがない。ワクチン。コンピュータウイルスからコンピュータ内のデータを守るために開発されたソフト。これを使うとウイルスを消すことができるが、万能薬ではないので、ウイルスの種類によっては違うワクチンが必要。まあそりゃそうだよね。もう打つ手はないのか。どうしたらいいんだ。残り時間は10分。そのわずかな時間でワクチンを作ることも見つけることもできるはずはない。助けて沼さん。沼さんだったらどうするんだろう。ケイマは必死になって考えた。ケイマ、脳内スイッチを入れろ。沼さんの声が聞こえた。はっ。その瞬間ケイマの脳裏に光が走った。ケイマはプレゼントドットテキストの分析した時に見つけたゴミの意味を思い出した。そうだ、しおりさんが言ってたじゃないですか。この名前は全てワクチンに関わる言葉だって。え、どうしたのケイマくん。しおりが驚いて尋ねる。しおりさん、もしかしたらゆりかごを止めるワクチンがあるかもしれない。なんですって。僕の考えが正しければ全ての辻褄が合うんです。そうだ、間違いない。プレゼントドットテキストのファイルサイズが妙に大きかった理由、ウイルス名ではなくワクチン関連語をあえてゴミに紛れ込ませた理由、何よりジェロニモのアパートにケイマが侵入することを見越した上でわざわざ気象化せずに残したファイル名がプレゼントであった理由。アメミヤ、そいつはどこにあるの。確かポケットに。ケイマを慌ててポケットに手を突っ込む。ないない。バカ野郎、早く出せ。ケイマくん、早く。そんなこと言ったって、いろいろ入れてっからよ。あった。
ゲームはフロッピーに飛びつく。こんなでかいもんがさ、どこにあるってならないでしょ。ドラえもんじゃねえんだから。主任さん、ゆりかごの端末はどこですか。あ、あれです。望月主任は泣きそうな声ですけど、ケイマくん早く。しおりも完全に焦っている。ケイマは教えられた端末機に飛びつくと、フロッピーを掘り込んでリターンキーを押す。叩いて、頼む、動いてくれ。出た。でもこれももしかしたらトラップかもしれないな。ゆりかごは今もこちらへ突進している。頼む、幻滅してくれ。滅菌か、幻滅って。ケイマはファイル名を打ち込む。ファイル名を打ち込むだけで動かせるのは実行ファイルというプレゼント実行ファイルというプレゼントドットテキストはテキストファイルなので、普通はそれだけでは動かすことができないが、ジェロニモはあえてそういうファイル名で動かせるソフトを使ったのではないかと、ケイマは考えたのだ。一瞬をかけて、行け行け。力強くリターンキーを弾いた。ワクチンを送信します。やった。端末のパソコンが動き出した。間に合う。やったわね、ケイマくん。バカ、喜ぶのはまだ早い。列車が止まるのを見てからだ。ゴンダも画面を睨みつけている。時間がかかっている。ゆりかご、下北沢通過。画面にはワクチンの送信状況とウイルスの着床状況がパーセント表示されていた。50、60、70。頼む。ケイマは口の中で繰り返す。ゆりかご、駒場東大前追加。80、90、100。ふぅ。ケイマはがっくりと両手をついた。ケイマくん、今度こそやったわ。バカ、よく見ろ。ゴンダが怒鳴った。あ。線路表示板に目をやったケイマは青くなった。ゆりかごはまだ突き進んでいた。ゆりかご、新線を通過中。止まりません。バカな。ケイマは監視カメラのモニターに飛びついた。ゆりかごはこの渋谷駅に向かってぐんぐんと、邁進している。ブレーキ有効の限界ポイントまであと10メートル。10メートルってすぐでしょ、電車の。止まれ、止まってくれ。じっとしてはいられず、ケイマはホームへ飛び出した。うわ、ゆりかごはもうすぐ目の前に迫っていた。うわ、止まれ。ケイマくん逃げて。飛び出したしおりが引っ張るが、ケイマは動こうとしない。いいんです、しおりさんは逃げて、逃げろ。離れた場所へしおりを押し合った。いや、そんな筋肉マンみたいに止められないよ。もうゆりかごは止まらないだろう。100人の乗客を助けられないだろう。自分は何の役にも立たなかった。ここに立つことに何の意味はないだろう。殉職者が一人増えるだけだ。殉職、職務のために命を失うこと、職責を果たすために死ぬことだが、ケイマはここに立ちたかった。ダメな刑事だった。この5日間、自分のやったことはただ犯人の筋書き通りに爆弾と走り回っただけだ。自分は何の役にも立たなかった。力及ばなかったんだ。せめて100人と共にここで殉職しよう。その時、誰かがのっそりと隣へ立った。おい、オタク、俺も立とう。ゴンダ刑事だった。ゴンダさん。ゴンちゃん。同じ釜の飯、死なばもろともだ。ゴンダは初めてにやりと笑った。ゆりかごは無事ホームに行って静止した。止まった。やった、ケイマくん、やったわ。ワクチンはやっぱり効いたのよ。しおりが駆け寄ってくる。ドアが開いて乗客が出てきた。誰も死ななかった。100人の命は救われた。わあ、みんな無事だ。ケイマは自分がいつしか泣いていることに気づいた。しおりも泣いていた。ゴンダの目にも光るものがあった。
ははは、ふふ。ゴンナがにやりと手を差し出した。やったな、ケイマ。ゴンナさん、ありがとうございます。バカ野郎、10年早い。それはやっぱり握手のための手ではなかった。しおりと二人で資料室へ戻ると、真っ先に沼さんが笑顔で出迎えてくれた。ケイマ、お手柄だ。よくやったぞ。犯人はまだ捕まえてないんだけどね。僕、なんだか変な気持ちだ。ちっとも事件が終わったような気がしない。だって犯人のジェラニモでさえまだ捕まってはいないし、奴が本当にあれをやったのかどうかだって、まだ本当のところは何一つはっきりしたわけじゃないんだ。その調子ではまだ知らんらしいな。沼さん笑った。何のことです？ジェロニモは捕まったよ。本当なんだ沼さん。ケイマよりもしおりが大声出した。こんなことで嘘をついてどうなる。クジライがな、カオスにいたジェロニモを引っ張ってきたんだ。それでジェロニモは？ああ、犯行の大筋は認めたそうだ。ケイマとしおりは互いに見つめ合った。ケイマ君、しおりさん、おいおい、抱き合うなら外でやってくれよ。いくら年寄りでも刺激の強すぎるものはかなわんからな。沼さんたら。しおりが軽く睨んで大笑いとなった。これで終わりか。ケイマはコーヒー牛乳で一人祝杯をあげた。思えば長い戦いだった。その勝利感に酔いしれる。ケイマ君、このお祝いはまた後で改めてね。しおりがやってきてそっと声をかけた。どういう意味です？言った通りよ。今晩時間あげといて。クセッと笑ってしおりは去った。よし、やるぞやるぞ。ケイマはがぜん力が湧いてきた。今日も元気だ。コーヒー牛乳がうまい。オタク刑事走る。カン。はい、終わったかなって思うと思うんですけど、もうちょっとだけ続くんじゃ。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も続けてケイマ編やっていこうと思います。